ともハッピーです。はい、どうも安岡です。はい、今日ね、安岡とやっていくのはマジックザガザリングあの頃対戦2002年の日本選手権からノアール対サイカトクやっていきます。ヤスの方が優勝できたね、三谷和彦さんのサイカトク、結構有名なね、はい、リストだし、うん、有名なデッキタイプだよ、そもそもね。で、ノアールって聞いたことない人も多いと思うんだけど、うん、黒タンタッチ白のミッドレンジって言ったらいいのかな、これは、まあ、ハンデスデッキだよね、結構なんかちょっと、なんかミッドレンジほどなんかコントロールチックじゃないけど、うんうんうん、結構珍しかったよね、当時ね。珍しい小野田道久さんっていうプレイヤーの小野球、通称小野球って言われてたプレイヤーのデッキで準優勝。このね、決勝戦の再現マッチを今日はプレイしていきます。やっていきましょう、はい、お願いします。お願いします。見たことない人多いと思うんだよな、ノアールがちょっとマニアックだよね。マニアック、別に、うん、デッキタイプってすごい有名じゃないからね。そう結構強いと思うんだけど、なんかこんなデッキがあったんだみたいな。ノアールっていう名前がなんか独自性があるよね、高くて。まあ自分が誰が言ったのかな、あのこの2曲で自分でつけたのか感じなのかな。多分登録したデッキのさ、デッキリスト、昔はデッキ名書く欄あってさ、あったあった、それがノアールでカバレージとかそう書かれたんじゃないっていう、うん、いいじゃん、結構シャレオツの名前で、ね、まあ黒いデッキってことでね、ノアールだから。ノアールってどういう意味なの。フランス語で黒の、あ、そう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 、黒いデッキ、黒って意味で。物知り5、ハンドが6、先行、はい、お願いします。お願いします。なんだね、このマッチ後手の方がいい可能性あるからね。あるね、手札から2002年決勝戦始めます。はい、お願いします。セット沼、はい、特に通したいカードもないから脅迫、最初から打ってくる。いや、このぬるいハンド見られちまう。マジ土地ばっかだと脅迫の効果が、え、ぬるまあでもやるね、全然対抗にもあったからね。2、3、5、そう、じゃあプルーキーズに、はい、終わりです。ダブドロー、なんていうこの影、あ、強い、2-1で黒マネパンプ、超強いよね。やばい、もう5点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 で落ちちゃう。そんな減るかな、そんなテンポ悪いセットしま、はい、終わりです。アンタップドロー、アタックテイク2点、はい、パイレクシャーの触合機かな、はい、どうぞ。3マナ2に1点ワンドロー、いいね、いい、いいよ、やった、終わり。強いやな、この 1-2-3 手もあり、黒、うん、含まれていくよ。まあコンシェード、一応シェードにしようかな。シェード、はい、これやられたじゃん。やられた。メインメイン1枚入ってた。1枚、確かこう2体とか3体並んでる時長引いて引いたらやばいかも。で終わりです。サイカでね、止めてたクリーチャーの横並びがそうさばけるかも。マジか、かなりいいこれは。ドローいっぱい腐ってないかな。アタック2点。じゃあここでいきますか、本命、ま、ブレイズ、あ、きつい、はい、お互いのキープ2パーマネント1つ池に下げていく、はい、終わりです。いや、これ出しててよかったなめっちゃ役立ってる、役に立った、そっち割れてたのに。そうじゃなかった。まあにしてもパーマネント差あるからね、ブレイズは強い。そっちきついね。と1点、14、サイカトク、はい、サイカトクは今最大7、手札捨てるとプライ1、墓地2枚追放するとプライ1だから、1、2、3、4、5、6、7、8、9ですか、はい、OK です。終わりです。タップアップキープ、ブレイズでいきなり下げるのは、はい、うん、サイケロロイクケアしてこう、これ、はい、どうぞ、いけにえ、はい、ドロー、セット沼、白、はい、18、黒で、名誉回復、対象のパーマネントを破壊、サイカトグ、手札2枚、手札1枚捨ててから、まあそうだね、堂々巡り、やれば消えるよ。もう打たないしな、パンプします、はい、でパンプしてマットネスで堂々巡り、はい、3万払ってください、まあまあ許そう、払えません、払えません、はい、で、2マナ、はい、貪欲なネズミ、何カードを捨ててくれ、はい、終わりです。で次はブレイズサクルト、ケニエ、よくできてるな、熱いなこれ、熱いね、おまけ付きクリーチャーをね出してサクってくる、しま、これいけそう、ました、うん、まだね、横で殴り振りか、いや結構難しい、殴った方がいいのかな、つめる、まあ、沼作ってなんかね、嘘こまっこうか引いたら一瞬で勝てるから、うん、詰めていこう、はい、通します、1点、はい、終わりです。アンタップ
アップキープ、さすがに沼かな。ネズミ殴ってくか。魔力の乱れはケアしたい。ブロックできるし一回後で、うん、沼はします。はい、ドロー。マジでいいカード出た。はい、イチョリット。なるほど。ヨーマナさん速攻アップキープ墓地に行くと効くのか。追放でも戻ってくる。強いね。強いね、うん、はい、どうぞ。アタック6点。6点8。終わりです。アップキープ、うん、まだまだ足りないはず。あ、イチョリット。あ、イチョリットはエンドに行けねえか。そう、はい、行こう、行け。はい、16。終わり。マジか。アップキープ、イチョリットとブレイズ、はい、スタック乗って、イチョリット出しながら、はい、ネズミはいけねえ、下げようかな。はい、いいじゃないですか。はい、はい、で、ドロー。ドロー。シェイドじゃないよね、これね。よかった。あ、もういないから、だいぶ。あ、そうか。うん、奇病がない。タック。5点。5点。3。ハイレクシャの食防器。カウンターセル。はい。終わりです。おお、はい。はい。打つしかないと。こっちとしては、もう、これとファクター分けた方がいいかもしれないですね。まあ、あんま関係ないか。もう、うん、ちょっと動けるのを減らした方がいいから。一応こんな感じですかね。はい。はい。で、サクって、フレーズサクって、ドローして。13点しかないんだよね。7。そうだね。終わり。8、9、10、11、12、13点しかない。はい。で、アンタップ、ブレイズスタック、はい、イチョリットスタック、いった、はい、出してイチョリットサクった。はい、ドロー。ジェラードの氷結。どういうかのやつみ。強い。終わり。じゃあ、もうキープ。はい。終わり。アンタップ、アップキープ、一人と戻しながら、特徴を探ります。はい。で、ドロー。で、フラタック。負けました。はい。一人と強かったな、あそこの。一人と強いね。一気にプレッシャーかかったな。なければな、ね、まだいけそうだったから。そして、ブレイズが全然やられなかった。いや、結構じゃくれないんだよね。じゃくれないんだ。そう。じゃあサイド。反撃が戻すとかになっちゃうからね。じゃあ10回入ってないんじゃないかな、反撃。マジ、うん、全部消し切るみたいな。そうそうそう。とか、まあそう、ブロックできすればいいから。はいはい、はい。ああいう視点が。サイカとグニー依存してる。そうそう。これなんか消す入ってたら壊せんの。いや、何も。ああ、さっきの。しっかりできるよ。ブレイズ結構好きな人多いから喜ぶかもね。確かに。ブレイズがはめてるみたいな。あれもはめた時のね、快感やばいから、やばい。貪欲なネズミとかをね、探りながらね、そうね、リソースを削っていくって結構楽しいからね。さて、問題はこの時代のサイコトグは完璧に回ると全部打ち消してファクト打って全部やっていくんだよ。そう、1体ぐらい場に通るんだけど、後で受けられるみたいな、まあ、ファクトでいっちゃうとね、そっからもリソースが尽きないから。あと、まあこの時、あれ綿密な研究だっけ、ディープアナライズ。ああ、強いね。あれも結構入ってるから、あれ判定性強いんだよね。びっくりするな、あれは。あれ別にね、脅迫で落とされても全然いいから。1枚で4枚ドローだからね。そう、しかも時間差でできるからさ、6、なんかそうだね、5マナで4ドローとかのが楽だよね。うん、しゃ先行5手7枚、キープ、いきますよ。はい、じゃあ古き泉耐えましょう。ドロー、沼、終わり。脅迫貯めてきたから3段目4にセット、島、終わりです。ドロー、貪欲なネズミ、ハードパンチャー。いやー、あれうざいね。うざいよね。うざい。細かく分けづらいですよ。記憶の欠落。はい、どうぞ。
うん、まっ、はい、終わりです。さあ、突っ込んできた。突っ込んでいこう。次もファクト打つと黄金パターンだから、これなんかしなきゃいけないんだけど、うん、ちょっとやっとこう。ねえ、回復終わり、まあ、お互いに、なんとこれぐらいだな。最下とかが打ち消し呪文になってるのかじゃない、これは。そうだ、やった、俺が打ち消したの。1枚目の最下とかは軽く使っていくのがいいよね、でもね、うん、まあ、なんか対処しなきゃいけないからね。あとの最下とか、デッキ入ってるからね。そう、じゃあセットで、ネズミ、しかし、はい、出た出た、まあ別に、うん、消してもしゃあないからね。終わりです。終わり、うん、終わり。トリサップドロー、アタック1点できる。セットしてからジェラードの氷結、コントする、はい、さらに何度か、あれ終わったでもまだ一本ならしすよ、はい、タッパンとこっちをね、終わりです。ドロー、ダック18、セット終わり。あ、ちょっと1いっぱい引いてるな。そうね、終わりです。まあまあまあ、まだまだアタック17、終わり。エンドに嘘かもことか、はい、嘘で嘘でそんなこと聞かない、はい、あー嘘みたいに強い。サイカとそれ以外、サイカとそれ以外、まあそうなるよね、まあ、取るしかないから、はい、3枚いっちゃうと危ないからね。そうなるよね、はい、うん、手段サイカしかないから、じゃあアタックします。サイカなしサイカ、懐かしいね。サイカレスサイカ、サイカを書き忘れたっていう、書き忘れた、そう、モニカだっけあれ。いや、結構何人かいるけど、何人かいる、モニカってじゃないと。じゃあ、フラッシュも入ります、はい、14セット、はい、指定のタイガ2マナでナイトスケープファミリア、はい、終わりです。夜景学院の弟子、使い魔、使い魔セット終わり、はい、これね、青い呪文がね、マナ軽くなるんで、すごい動きやすくなって、終わり。貪欲なネズミ、貪欲、はい、ディスカしますセット終わり、はい、セットに嘘かも、ドロー打ってる青よりランド伸びてると、まあ、こうなっちゃうと思うね、猛毒壇上だね。そう、サイカ持ってたよね、持ってる、激動、激動取るよ、うん、これでしょ、はい、はい、どうぞどうぞ、ありがとう。激動で戻したならネズミを再びプレイできるかもしれない。いや確かに、ちょっとそれ危ないかな、なんとはい、とりあえず3、じゃあ1回引っ込まれた量でネズミ殺しとこうかな。やば、1点、はい、1点、はい、19、まあ最下投げとくか、死んでもいいし、はい、終わりです。ダブル最下はちょっともんね。そう、はい、名誉回復、あ、ファイレクションの闘技場、はい、どうぞ、セット終わり、はい、土地10枚アタックします。18、4マナ、5、6、7、8、9、9マナで、5マナなんで、はい、4マナ浮き、はい、青黒、青黒できるかな、多分、うん、できる、はい、アップイバル、すべてのパーマネントを手段戻す。で、4マナ浮き。4マナ青黒、青黒。青黒、青黒。で、青黒残して、はい、できし、はい、あ、使い魔。そして、サイク道具。セットします。はい。で、ディスカード。おーのー。3枚捨てます。おーのー。終わりです。おーのー、ダクンが使った、そう、デッキを使ってるんだけど、ディスカードする前に沼を置くか。沼を置いて、ディスカード。はい。ボボン。ボボン。どうぞ。ドロー、セットランして、当たります。で、はい、通します。じゃあこっちのカードをまず、じゃあどうぞ、はい、全て使っていいよ。で、3、攻め入ってきて、4、5、6、7、8、9、10、11、12から13、14、で、上位15、16、17、18で、18点、
なすすべなし。ありがとうございました。これがね、再稼働ですよね。イカチーカウントスコア持ってる。じゃあ3本目、3本目いきましょう。先手強いな、これ先手。はい、お願いします。3本目先行マリガン。ギリギリか。いや、どうなんだろうな。まあ、やろうやりましょう。キープ、okay. 結構怪しいけど、結構この大会最下得確かすげえ多かったから、決勝まで来てるってことはそれなりに最下にやっぱ勝ってきたは勝ってきたんだろうね。うん、で最後は勝てなかったみたいな。仕組まれた駅は1枚とか結構ね優秀だよね、このマッチで。メインからなかなか当時なかったよね、仕組まれた駅はメインは少ないんじゃないかな。ね、ナイス作戦。まあ一応リッドとかねきついから、もしかしてその辺意識したのか。流行ってなかった気するよね、うん、ちょっとね。何に対してすごかったんだろうな。ちょっと気になるとかね。マングス先行は、今度はキープかな、うん、これを1枚戻します。はい、セット終わり。これなんか赤身時計をいた気がするかなと思って。終わり。ドロー。なんていうこの影。終わりです。いいです。魔力の乱れ打たれなかった、よかった。怖いよね。ナイススキップミディア。終わりです。ドロー。セットアタック、はい、いいね。パンプ。チェイナーズエディクト、はい、ケニー、終わりです。終わり。ドロー。白黒、はい、ジェラードの氷結、はい、2枚捨て。どっちだったら3点回復。じゃあ2枚捨てます。うわ強っ。2枚捨てだけど4枚引ける。そう。え、マジ。アタック、テイク、パンプ、パンプ。4点、はい、4点。終わり。あいつがね、ダメージがあれか、堂々巡り持ってたのか、おそらく。まだオープン。終わりです。ファクト。ドロー。それはどうかな。セットして食望機。はい、どうぞ。19、はい、ワンドロー。アタック、テイク、パンパン。4点。はい、4点、はい、9、終わりです。なんか来て、ね、助けて。はい、2、3、4、5。これはちょっと弱い。え、場に介入する手段なし。いや、これはファクトは未来につながるから強いだろ。でスレッショルドしちゃって3枚引けるから4-1はないし、カウンター、カウンター、ファクトは次の土地にもつながるから、ファクト取る場合土地はあんまりいらない。でもこれも別にいらないな。どうしようかな。難しいね。記憶の欠落ちょっとめんどくさいな。何がめんどくさい。開花とぐ記憶の欠落かめんどくさい。もう一回やっぱこれで、はい、未来オア2万7妨害。未来か、未来って土地がなくて。なるほど、はい、はい、どうぞ。ダンダンプ。ディープバックしたくない。まあディープバック死んじゃうからね。これ1点食らった。あ、そう、ごめんね。食らってないか。食らってない。はい、あ、お前の出すと1点。痛いんだよ、これ。いや、困ったね。まさかこれなかなか楽しいな。なんもなかったらきついな。やるしかないって感じだ。やるしかない。ディスカード。はい。これです。この手つきは。でもインスタントでなんかあるかもしれないか。シェイドバランスとか。アンタップ。はい。ドロー。とりあえず普通にアタック。テイク。パンプ1回。はい。5点で。5点で。真っ青、真っ青。いやこいつ、まあ、あるあるっちゃあるあるだけど、こいつ残ってればね、まあ、もうすべて綺麗に動きそうだったんだけど。そうだ、これ聞いたね。聞いた。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで今回は 2-1 でノアールの勝利でした。なんか結構あるね、このあの頃対戦で、はい、当時は準優勝だった側が勝つって結構あるね。この間もあったもんね。まあ、結局やっぱ決勝戦まで行くデッキは両方強いし、両方なんか戦えるようになってる場合が結構多いっていうことでもあるかもね。まあ短期勝負だからね、うん、そんぐらいはなんかもっとね、10本で変わるかもしれないけど、ね、あ、そうだね、そうだね。全然マジックやっぱりどっちが立つこともあるからね、うん、大抵のマッチね。そこが面白いわけだけど、なんか青いデッキっぽいね。もうドローとカウンターいっぱい引いて、まあ、この時代この時代っぽかったね。ドローをたくさんされたり、なんか肩にはめて勝ったり、うん、マナフラしたりとか、そう、まあ、なんかお互いの持ち味が見れた ね、3本でいいかな。
感じだった。そんな感じで結構面白い対戦になったんじゃないでしょうか。今後もね対戦動画たくさんやっていくんで、よかったらチャンネル登録グッドボタンお願いします。そして安岡と MTG トッププロ安岡翔太の Twitter、Twitch もぜひぜひチェックお願いします。今日はトモハッピーと安岡でお送りしました。ご視聴ありがとうございました。また明日。